鈴鹿市に市政50周年に誕生した鈴鹿の鈴、ベルから名付けられましたマスコットキャラクターベルディー。甲羅の中に芸術、食、自然、伝統、スポーツ、歴史など様々な亀山市の文化がいっぱい詰まっています。亀山文化年イメージキャラクター亀の文ちゃん。はい、文ちゃんゆっくりタイプ。はいはい、ゆっくりタイプ、ゆっくりタイプ。そう、あ、左手で、はい、どうぞどうぞ。さあ、そして、もうね、たくさんいるんでね、ご紹介をしていきたいと思いますが、風が強いね、皆さんね、大丈夫ですか、風に負けないようにしてください。続いて、2021年に開催します、三重常和湖国体のマスコットキャラクターの、常丸もいます。トコ丸のトコは大会の愛称でありますトコワカ、それからトコトコと元気に走り回る子供のイメージだそうです。まあ、丸には国体の成功、丸になるようにとか、あと和を重んじる和、丸につながっていくという願いが込められています。続いて鈴鹿市社会保険福祉協会のマスコットキャラクターかりんちゃん。恥ずかしがり屋なんですって。あ、なってますね、なってますよ、ね、照れるとお顔隠して鹿になっちゃうそうです。そしてでっかい頭にニョッキリ生えた角、どこか不敵な目に分厚い唇、その姿は一度見たらなかなか忘れることありません。鈴鹿市で地域活性化を目指し活動するご当地キャラクター鈴鹿ちゃん。なってる、広報でなってる。そして高速道路空間の安心安全、快適さや楽しさを伝えてくれるネクスコ中日本グループのイメージキャラクター、道丸くんいます。コーヒー王国からやってきました。コーヒーでみんなを幸せにするコーヒーのせい、味の素 AGF の更新キャラクター、ビータくん。そして僕の目の前にいますね、亀山味噌焼きうどんのキャラクター、亀美ちゃん。たくさんのキャラクターに登場いただいております。ぜひ皆さん一緒に写真なんか撮ってください。はい、みんなアピールしてね、はい、動けるチームは動き回ってください。